クリーナー、ナ茶色の下水道用防護服とモップを着用した用務員のようなキャラクターです。クリーナーは学校内を徘徊している最中に「また汚れている」や「床がこぎたない」「もう疲れた」といった愚痴をこぼしながら床を掃除したり水を大量にまき散らしたりしています。このクリーナーによって散布された水に靴を履いていない状態で侵入してしまった人は足を取られしばらくの間その場から動けなくなってしまいます。